売国自民党ニュース。兵庫県知事の斉藤元彦の弾劾の様子です。百条委員会の後の記者会見からお伝えします。まず今広域通報につきまして、大変その対応について、大きな関心が寄せられていると思いますが、これにつきましては、部下の方から広域通報の結果が出るまでは、処分をしない方がいいのではないかという進言があったということが本日、証言で、判明をいたしました。また部下に、知事の方から部下に対するチャット機能を利用したでね、連絡等々があったわけですが、これについては、休日また深夜を問わず、発信がされておりまして、それについては職員さんの方も、プレッシャーを感じているような証言が見受けられました。それからですね、人事課の方から私さんのそのパソコンのですね、メール等々の調査の指示があったわけですが、その時の指示がですね、処分のためにメールの調査をしたいというような発言があったと証言がありました。でまたエレベーター、知事がエレベーターを乗る時にですね、叱責をしたのではないかという今疑惑がございますが、その場にいたと思われる方にお話をお聞きいたしましたが、覚えていないということでございましたが、明確に否定をすることはありませんでした。それから考古博物館で、知事が20メートル歩かされて、激怒したのではないかという疑惑でございますが、これについては皆様の報道等にあるようなですね、同様の証言が得られたものというふうに考えております。それからパワハラに関しまして、具体的なエピソードもいくつか聞かれたんですが、これについては長岡委員の方からちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。パワハラの件ですけれども、証言がありました。まず叱責やしたうち、自主性じゃないんですか。証言がありました。そして叱責やしたうちがあったということです。この原因としては、知事はその案件について聞いていないということが主な原因であります。自主性、そのために再度のレクに入る。維新の会と母体の売国自民党、いい加減にしてください。これはパワハラというよりもサディスティックと言った方がいいですね。自主性じゃないんですか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 。